ニール・アームストロング・オペレーションチェックアウト・ビルディングは、米国フロリダ州メリット島にある歴史的な建物。この5階建ての施設には、NASA ケネディ宇宙センターの工業地帯にあり、宇宙飛行士のための乗組員料や、飛行前のスーツアップの準備が含まれている。もう一つの施設は、有人宇宙船の製造及び検査作業に使用される、大規模な宇宙船作業所。 2000年1月21日、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に追加されている。ジェミニとアポロの時代に宇宙船製造工程を処理するために1964年に最初に建てられた時は有人宇宙船、オペレーションビルディングとして知られていた。シャトル計画中にオペレーションチェックアウトビルディングと解明され、非公式には O&C として知られている。 1966年10月18日、アポロ1号の乗組員、ガスグリソム、エド・ホワイト、ロジャー・チャーフィーは、O&C コード室でのテストのために、宇宙船に乗り込む。1965年に、アポロ指令、機械船とアポロ月着陸船の両方の環境及び、生命維持システムを、最大25万フィートのシミュレートされたコードで、テストするために、 一体の高度室がハイウェイに設置された。各室の高さは58フィート及び内径33フィート1時間で最高高度に到達することができた。これらは1966年10月の不運なアポロ1号から1975年7月のアポロソユーズテスト計画に至るまですべての有人ミッションの主要クルー及びバックアップクルーによって使用された。 1980年代から90年代にかけて、O&C ビルは、スペースシャトルに登場する前にスペースラブの科学モジュールを収容しテストするために使用されている。1990年代後半から2000年代にかけて、国際宇宙ステーションのいくつかのモジュールとトラスが建物内でチェックされた。2007年1月30日、 NASA はコンステレーション計画で使用するビルの配備への移行を記念する式典を開催した。この建物はオディオンの乗組員探査機の最終組み立て施設として用いられる。移行の準備としてフロリダ州は施設から約50ショートトンの構成スタンド、構造物及び設備を撤去するための資金を提供した。 2007年6月から2009年1月にかけて総額5500万ドルに上る改修が行われ、その時点でロッキード・マーティンがオリオン生産施設の運営者となった。アルテミス一用のオリオン宇宙船は打ち上げ作業に渡される前にこの場所で組み立てを完了する。この建物はアポロ11号の45周年記念式典で、 ニール・アーム・ストロング・オペレーションチェックアート・ビルディングに改名された。ナショナル・パーク・サービス。ナショナル・レジスター・インフォメーション・システム。ナショナル・レジスター・オブ・ヒストリック・プレイ・セズ。ナショナル・パーク・サービス。2020年10月12日。閲覧。 https://images.nasha.gov/.details-s26-s-029 <ッ>クレークハットスロベナックピアニッシモ、も1から2ヤングハットマルコーニ P2 オペレーションズアンドチェックアウトビルディングハイベイレディフォーオリオンプロセッシング NASA2015 年11月5日閲覧ケノディスペースセンター S アニュアルリポート FY2008NASA ケネディスペースセンター2015年11月5日閲覧。ランディーンジェームズニールアームストロングレガシーアッツオーナーフロリダトゥデ P.A.1H.T.T.P.S. スラッシュスラッシュ W.W.W. ニュースペーパーズドットコムスラッシュクリップスラッシュ三五九四七零四七スラッシュフロリダトゥデありがとうございます。